スタートしました。まず馬紫渓、そして昇竜拳、東亜部がいいスタートを切りました。テイエム突破ずれ、東亜部がテイエム突破ずれ、そして馬紫渓、まず最初の障害ジャンプしました。最後まで飛越を終えています。さあ馬紫渓かテイエム突破ずれか、2頭が馬群から飛び出していきました。4コーナーをカーブして正面スタンド前に入ってきます。水濠障害に向かって先手を取ったのはテイエム突破ずれです。テイエム突破ずれ先頭、馬紫渓2番手、昇竜拳、東亜部が3番手、4番手、その後固まってギルティストライクなど接近。3メートル50センチの水濠障害ジャンプ、水しぶきは少し上がりました。1コーナー手前の障害に向かって先頭テイエム突破ずれ、1馬身リードを取りましてジャンプ、ギルティストライク2番手に上がります。馬紫渓が3番手、東亜部がオープンガーデン、ドールリビエール、昇竜拳、続いて間にバトルブレイブ、その後ろにメルシーエイタイムは中段グループで 1、2コーナー中間の障害を続々と飛越していきます。マヤノスターダムが続いていきました。その後は間からメジロスパイダーが行きまして、そしてメルシーモンさん、後方からクルワザードで、さあ坂を下っていきます。駆け上がって一旦向こう正面に入ります。先頭テイエム突破ずれ、リードを1馬身半取りました。2番手にはギルティストライク、3番手は2頭並んで、外は東亜部が、内は馬紫渓で、さあこれからタスキコースに向かってまずは5メートル30センチを下ります。駆け上がるのは4メートル60センチの高低差。テイエム突破ずれ先頭で、さあタスキコースへと入ってきました。待ち構える第一草く、高さ1メートル60センチ、幅は2メートル5センチです。さあ第一草くに向かいましてテイエム突破ずれ先頭、1馬身のリードでジャンプ、最後まで超えました。14頭超えました。テイエム突破ずれ先頭です。馬紫渓が2番手に上がりまして、さあこれから左回りに変わります。内からバトルブレイブ2番手、内から並んで、あとはギルティストライク4番手、その後東亜部が昇竜拳、続いて東海ポリシー、そしてオープンガーデン、その後ろからはドールリビエールとメルシーエイタイム、メルシーモンさん、それからマヨのスターダム、あとはメジロスパイダー、続いてクルワザード最高峰、3、4コーナー中間の息垣を続々と超えていきました。テイエム突破ゼロのペース、1馬身半とリードは変わりません。2番手以下が目まぐるしく順位が変わっていますが、バトルブレイブが今度は2番手に上がります。さあ3コーナーの谷を下っていきます。坂を駆け上がりまして、さあこれから再びタスキコースへと向かうところです。テイエム突破ゼロ先頭、バトルブレイブ2番手、馬紫渓が3番手、ギルティストライク4番手、そしてその後東亜部が昇竜拳、続いてその後ろからメルシーエイタイム、谷を下って、さあ駆け上がりますと、さあタスキコースに入ってきました。ダートコースを横切って大息垣に向かいます。高さ1メートル60センチ、幅は2メートル40センチ。待ち構える大息垣に向かいまして、テイエム突破ずれ先頭でジャンプ。2番手バトルブレイブ、おっとマヤのスターダムバランス崩しましたが持ちこたえました。14頭超えました。タスキコースを終えて右回りに変わって、1コーナー手前の障害、テイエム突破ずれ先頭、1馬身半のリードジャンプ、バトルブレイブ2番手の位置、そして3番手にメルシーモンさんが上がっていきました。メルシーモンさん3番手、内からは昇竜拳、そしてドールリビエール、東亜部がオープンガーデン、続いてその後ろメルシーエイタイム、 1,2 コーナー中間の障害ジャンプしていきました。クルワザード最後までジャンプ。さあそしてダートコースを横切りまして、これから坂を駆け降りていきます。テイエム突破ずれ、バトルブレイブ2番手の位置、坂を駆け降りて上がりますと、これから外回りコースへと入っていきます。残る障害はハードル3つです。テイエム突破ずれ先頭です。1馬身半のリード、バトルブレイブ2番手、そして3番手メルシーモンさん、昇竜拳が4番手、その後ろ東亜部がです。さあハードル障害に向かいまして、テイエム突破ずれ2馬身とややリードを広げたか、踏み切ってジャンプ、バトルブレイブ、そしてメルシーモンさん、オープンガーデンが動いていきました。オープンガーデン動いていき、おっと一頭落馬、メルシーエイタイムが落馬です。メルシーエイタイム落馬です。あと障害3つのところで落馬してしまいました。さあ 3,4 コーナー中間の障害に向かってテイエム突破ずれ先頭、そして2番手にはメルシーモンさんと外からオープンガーデン、 3,4 コーナー中間の障害ジャンプ越えていきました。さあ先頭はテイエム突破ずれ、さあ逃げる逃げるテイエム突破ずれ、リードを2馬身取ってメルシーモンさん2番手、オープンガーデンが3番手、その後は2馬身ほど離れてドールリビエール以下、テイエム突破ずれが先頭です。さあこれから残す障害はあと1つ、直線の1つです。
4コーナーからスタンド前直線コースに入ってきました。1メートル20センチのハードル障害に向かって、さあ先頭は 10M 突破ずれ、内からメルシーモンさん、外オープンガーデン広がってジャンプ、外からドールリビエル接近してきますが、さあ先頭はオープンガーデンに先頭変わるか、オープンガーデン内メルシーモンさん、そして東亜部が 10M 突破ずれ苦しくなった。さあメルシーモンさんかオープンガーデンか、メルシーモンさんかオープンガーデンか、2頭争いだ、オープンガーデンかメルシーモンさんか、並んで合輪メルシーモンさんか、メルシーモンさん、河野陽介ガッツポーズが飛び出しました。